プロ野球12球団合同トライアウト14日 ZOZO 巨人から戦力外通告を受けた鈴木康平投手がプロ野球12球団合同トライアウトに参加したシート打撃では今季まで巨人で同僚だった加藤と中日三好と対戦加藤にはフルカウントから支球を許したが三好は今季後半で自信を深めていた縦に割れるカーブで3ゴロに封じた 最速は151キロをマークし、スタンドから熱、ね、視線を送る各球団のスカウトへ力強い投球を披露した。加藤への支給は、ちょっと悔いが残る、としつつ、終盤でやってきたカーブが今はすごい自信になっている。やりたいことはできたかなと思うし、投げたいボールは投げられたのでよかったと振り返った。今後は現役続行を目指してた球団からのオファーを待つ。 体もバリバリ元気、あとはもう自分なりにちょっと練習もしつつ、声がかけるのを待ってという感じ。NPB かはわからないですけど、体が壊れるまでやりたいなと思いますと語った。二入では23年5月に廣カとのトレードでオリックスから加入。昨季はリリーフとして33登板したが、今季は一軍登板がなかった。